今日は、ジーンズの、サイズ選びについてちょっと、ご紹介できたらというふうに考えています。私が、所有している、リゾルトの710という、定番のモデルなんですけども、同じ型なんですけども一応2本持っています。こんな感じですね。両方とも710です。なんで、2本持っているかっていうところも、後々説明していきたいと思っているんですけども、まず、購入したのがこちらですね。リゾルト710のウエスト31レングス30っていう型ですね。でお店の方でもきちっと、フィッティングの方もしてもらって、大体お店の方の説明を聞いていると、リゾルトはどちらかというとジャストぴったりとした方が、いいというふうに説明を受けて、ただですね、やはり1本目買うっていう時にちょっとやっぱり窮屈なのは嫌だなっていうところがあって、ちょっと余裕めのサイズ、それがウエスト31で、レングスの方も、短い方がちょっとリゾルトっぽいかなっていうところはあるんですけども、やっぱりちょっと長めでロールアップして履くのもできるしっていうところで、ちょっと長めの30っていうのを選びました。でもですね、やっぱり履いていくうちになんかやっぱちょっと違うかなっていうか、悪くはないんだけど、やはりもうちょっとリゾルトっぽいところがいいなっていうふうに感じてきて、もう一本買いました。こちらは、ウエスト30レングスが28というサイズになりまして、でこれを両方ともちょっと履いてる動画を撮って、サイズ選びの参考になればなというふうに考えています。一応ですね、このインチなんですけども、1インチがだいたい 2.54 センチなんで、レングスの方が、こちら30とレングス28なんで、だいたい約5センチぐらい違うというふうに取れると思うんですね。5センチ違うとどう違うのかというところをちょっと参考にしていただけばいいかなというふうに思います。はい、すいません、ちょっと説明が、遅れてしまったんですけども、私は、身長が175センチ、体重が65キロ、体型は普通体型よりやや細身かなぐらいの感じです。でまず、履いてみたのが、ウエスト31でレングスが30の、710を履いています。こんな感じです。本当にすごいシルエットが綺麗で、こんな感じですね。本当に やや細身のリーバイスの66モデルなんですけども、レングスの方に関してはくるぶしがしっかりかかるぐらいかなというふうに思います。なので、冬場とかジーンズにブーツなどちょっとボリュームのある靴を履いたりするときなんかにも、これぐらいのレングスですごい良かったなっていうふうに感じています。あとはですね、こうやって軽く1回ぐらいこうロールアップして履いてもなかなかいいかなというふうに思います。じゃあこんな感じですね。はい、次はですね、ウエストが30レングスが28の710を履いています。だいぶね、ウエストが1インチ違うだけでシルエットの方もだいぶ違うんですね。やっぱりよりすっきりして見えるかなというふうに思います。こんな感じですね。で、レングスの方に関しては、もうしっかりくるぶしが見える程度の短さになっています。で本当にどちらがいいかっていうのは好みもありますし、
本当にまあ答えは出ないかなというふうに思うんですけども、これからの季節、まあ、よりどんどん暑くなってきて、まあ、サンダルとかローファーとか夏らしい靴を履くことが多くなると思うんですけども、その時にはやはりこのレングスが短め、くるぶしが見えるぐらいのリゾートを履くと、より夏っぽさが演出できるのではないかなというふうに思います。なので今の、まあ、自分の私の、気分としてはこのウエスト30レングス28の710がよりしっくりときています。で、本当に好みになりますので、本当に答えは出ないんですけども、まあ自分の、体に合ったリゾルトを、探していただければいいかなというふうに思います。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。